んこんにちは、カメラ市立代表の堀川です。今日はですね、この間関西二次予選の振り返りを動画を上げさせていただいたと思うんですけれども、今日はですね、いよいよ関東ブロックの二次予選について、お話ししていきたいと思います。本日も審査員のお二人をお迎えしております。1人目、明治学院大学ムジークシュピールの OB の星明人と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よく言えました。前回より気合入ってる、いい感じ。はい、お二人目は東京外国語大学アカペラサークルラインズ OB の浦田陽吾と申します。よろしくお願いします。二人ともめっちゃもうね、頑張って口を回そうって気合がね、運動じゃない、準備運動、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして、本日もですね、アカペラスタジオベースの立って池袋東口店さんの方を使って、収録させていただいております。ぜひアカペラの練習の際にはご利用ください。概要欄にですね、そちらにねリンク記載しておりますので、ぜひご予約はそちらからお願いいたします。はい、ということで早速、進めていきましょう。はい、ではでは早速、残念ながら落選してしまったんですけれども、ちょっとここが惜しかったな、ここ気になってたななんていうバンドがいたら、ここら辺から聞いていきたいと思います。どうですか。はい、気になったな、桜美林大学アカペラ部、はい、花歌、アカペラ部なんだね。確かに今ました部活のアカペラ部ってらしいです。花歌さん、はいはい、花一門目、はい、はい、歌謡曲を歌ってらっしゃった、異邦人、異邦人とカモメが飛んだ日、はい、多分どっちも動画の中で歌って、いや飛んじゃった、はい、こういうこともあります、ね、ボーカルがすごく魅力的で、でちょっとライブ動画で音響がこう何とも言えない感じだったので、ちょっと空間が広いところだったから、ちょっと聞き取りづらいところはあったんですけど、でもその中でもこうボーカルが生えててすごく良かったなって思います。ただそのバックとボーカルの距離感というか、うん、ちょっとこうボーカルが聞こえにくいなって、だからその撮った環境のあれもあると思うんですけど、うん、ちょっと聞こえにくかったなっていうところと、まあでもそれって多分どっちかというと音量バランスもあると思うんですけど、多分ここのグループの場合はきっとちょっとなんだろう、そのボーカルのこの美味しい成分に対してそのコーラスがちょっと乗っかっちゃってるっていう、だから多分音コーラスの音場をちょっと変えたり、コーラスの発声をちょっと変えたりすることで多分もうちょっとパキッとこう色が分かれて良くなるのかなっていうふうには思いましたね。そうですね、でも花歌今年もねすごいエントリーが、うん、いや花歌すごく印象残ってます。うん、たくさんありました。これもちょっと落選しちゃってるグループなんですけど、同じく花歌でノワール、ノワールさんですかね、はい、この辺でアスタリスクがついてる感じ、あ、ですね、欲しい、なんか動画見たら絵文字もついてましたよ、月のかわいい2年生同期バンドなんですかね。いや、そう、これで2年同期かと思ってすごいなっていうふうに思ってました。音源聞いた時に2年生らしいフレッシュな感じで可愛らしかったですね。最初に自己紹介でしたね。ああ、してましたね。そうらしいなみたいな、笑顔になっちゃったら覚えてますね。いう感じですね。他はどうですか。あと、僕いいですか。どうぞどうぞ、はい、明治大学アカペラサークルサウンドアーツの、はい、メイオンうん、はい、いやバンド名がなんか演技良さそう、はい、メイヨンってバンド、まあ、ケイヨンから撮ってるんだろうなっていうのと、まあ、アニメソングを歌ってるんだろうなっていうのがすごい伝わってきて、かつ楽曲も、魂のルフラン、まあ、急激って言われる、まあ、エヴァの、映画の楽曲で、すごく、まあ、アニソンとして有名な楽曲で、でボーカルもすごくパワフルに、この曲パワフルな曲なんですけど、パワフルに歌い上げてて、すごく楽曲との親和性が高いボーカルだなというふうに思ってたんですけど、ちょっとこの、なんですかね、アニソンを歌っています終了って感じになってしまってるんじゃないかなっていうふうに思ってて、ただこのバンドで、なんでこの楽バンドがこの楽曲を歌っているのかっていう意義であったりとか、この魂のフルフランっていう楽曲に対して、このバンドなりのオリジナリティのあるこうアプローチができたのかっていうところがちょっと明確になってこなかったっていうのと、あとバンド名がこうポップな気持ちになって開いてみて、魂の部分はちょっとこう
なんかこう怖い感じの曲じゃないですか、うん、なってこう僕はどういう気持ちで聴いたらいいかったんだろうっていう気持ちになってはいたので、もしかしたらこうお客さんに対してこういう気持ちになってほしいみたいなものがこう明確になったりとか、こういうものを届けたいですっていうのが明確になった方がこのバンドの魅力度っていうのがすごい伝わりやすいのかなっていうふうには思いました、うん、でも演奏はすごくなんかパワフルで良かったなと思うんですけど、プラスアルファなんかこうの要素が必要なのかなっていうふうには思いましたね。最終的にこうなりたいとかこう見られたいっていうものがしっかり見えてないと、こういう多分コンペティションにおいてはそこへの最短距離をまあ言ってしまえば競ってるみたいな、かけそこでかけっこしてるみたいないうところはあるんで、でその正解というかそのバンドの中で決めたものとかバンドの中で生まれてくるものっていうのはもちろんそのグループごとにバラバラなんだけど、そこに向かっていかに最短距離で走れるかっていうのが大事ですよね。そうなってくるとやっぱね、バンド名とかもね、さっき言ってたけどバンド名からイメージするものとかがお客さんに多分あるだろうし、例えばそれで言うとね、アカステラスピリッツのエクストラとか、こう事前にねバンド名がこうずらっと並んだ紙をお客さんが持った状態で聞くっていうのを考えると、なんかそういう意味でそこに対するなんていうんですか、整合性っていうのかな、のがあるとより印象に残りやすいのかなと、一貫性というか、うん、確かに思ったりも確かにするかな。明治学院大学ムジックシュピールの自分の母校の名前噛みましたね今。明治学院大学ムジックシュピールの、ポップスタイルさん、はい、っていうバンドなんですかね、うん、4年生同期バンドなのかなですね、うん、そうだね、うん、なんか4年生、なんか動画からすごい4年生同期バンドの一体感っていうのをすごく感じて、なんかめちゃめちゃこう、あ、いいバンドだなって思いながら見させていただいてたんですけど、これ、ね、ちょっと選曲の難しさみたいな、この関西予選の方の話があったと思うんですけど、ちょっと選曲の難しさってのがすごくあるのかなと思っていて、まあ、ミニゾンスクエアガーデンってこうリズムも楽曲の構成もボーカルのこのボーカルバックの難しさもすごくあるなって思ってて、そこにまあ対応しきれてない部分があるというか、まあこの自分たちの一番いいアウトプットをところに行きつけてない、その楽曲に対してこうあのリズムのところをちょっと変えてみるとか、なんかスピード感を変えてみるとかっていうのの工夫がもうちょっとできたらより良い点数になったんじゃないかなっていうふうには思いましたね、はい、やっぱりこう原曲の持つ難易度だったりに対してどう挑んでいくのかみたいなの、まあ多分完成した時も同じこと言ったと思うんですけど、カバーって難しいのがあのそのバンドがやるからこういう価値が生まれるよねっていう付加価値みたいなものがないと、こうなかなかあこうただ歌ってるだけになってしまったら本当にいけないんだなっていうのはすごく感じますね。その点で同じ流れで言うと、東京ルーティーンっていう社会人の社会人アカペラサークル四つ星さんの、楽曲の方は、ずっと真夜中でいのりさんの、クラッククロックっていう楽曲をやってて、ずっと真夜さんの楽曲をアカペラするとめちゃめちゃ難しいと思ってて、すごいリズムも複雑だし構成も複雑だし、ボーカルの音域もすごいしっていうのがある。このバンドすごくこのアプロ自分たちならではのアプローチに試みているバンドだっていうふうに思ってて、インテクトはだいぶアプロ違うアプローチを頑張っているのかなというふうには思いつつも、それがじゃあこの原曲のアレンジの方が良かったよねってなってしまったりとかっていうのが難しいところかなっていうふうに思いますね。だから自分のバンドのオリジナリティを出すアレンジに試みるも、そこが最適解だったのかっていうところをすごく精査しなきゃいけないのかなっていうふうに思ってて、聞くと変えてみましただけでもいけないのかなっていうふうに思ってて、すごくバランス難しいですよね。まあそこのバランスはね、あとその選曲に対するさっき言った最短距離みたいなところでいくと、うん、だからこれはもう本当に審査員としてというよりはなんか僕が出るならっていう話ですけど、なんかこの曲よくアカペラでやられてるよねとか、例えばなんかアマチュアの有名なグループとかがカバーして、それがこうネットで結構こう再生回っててみたいな曲をやることってすごくこう骨が折れる作業になるだろうなって、コンペティションに出すならね、うん、楽しんで歌う分にはもう
何しててもいいと思うんですけど、こう勝ち上がりたいとかっていう風になった時に、まずやっぱこうまだこうすごいね、言い方良くないけど、まあ手垢がついてないものをみたいな、そういう考えも、そのなんていうか、あんまりその他にもいろいろやらなきゃいけないことたくさんあるじゃないですか、練習ももちろんそうだし、何でもそうだけど、だからそこに対してこう、なんていうんですかね、ちょっとこう目立ちやすいというか、まだあんまり誰もやってないけど、割とみんなが知ってるような曲だったりとか、そういうね、選曲眼みたいなものがね、難しいですね。大会なんで難しい部分はありつつも、大会だからこそなんかこう技術的なところだけでもなく、こうマーケットの中で自分たちがこうマーケットというか、アカペラのみんな競争しているこういろんな人たちの中で自分がどういう立ち位置にいて、その上でどういう選曲をしていくのかっていうのは、すごく僕は学生時代そこをすごく考えてたなっていう思い出があるので、そうするとやっぱこう結果を出しに行きやすいというか、じゃあ自分たちはこういうポジショニングで頑張ろう、だからこういう正解を目指して頑張ろうっていうふうに、こう目指すべき道がこう捉えやすくなってくるのかなっていうふうに思ってて、マーケットというかこう競合というか、ライバルたちの動向をすごくチェックして、その中で選曲をしていくっていうのが重要なのかなと思いますね。ただまあ一つ言っておきたいのは、やっぱそのこう上っ面だけ拾って、とりあえずなんか、あ、これ勝てそうな選曲だって言ってやるっていうのは、やっぱり動画でもやっぱりある程度はそのグループだったりボーカルなりがその曲に対してこうどれぐらいの距離感で向き合ってるのかっていうのは、やっぱりバレはするもんだなっていうのはすごく思うので、なんか全然この曲好きじゃなくねってやっぱ思っちゃうね、動画も結構あるんですよ。そういうものはやっぱりこう音楽、一音楽好きとしてはあんまり見たくないかなっていう、だしそもそもやっぱりオリジナル曲で出してるところってほとんどないし、基本的にはこうカバー曲っていう借り物競争でやってるっていう風になると、やっぱそこへのこうなんていうんですかね、愛と向き合い方といろいろやっぱ必要なのかなっていうふうには思います、うん、もうこれはもうコンペティション以前の話かもしれないけど、まあこんなもんでね、はい、はいはい、ということでね、ちょっと全体の総評みたいな感じに若干なってしまった総評というか、もはやアカペラのカバーとはみたいな話もなってしまったんですけども、まあこんな感じでね、残念ながら落ちてしまったところについては終わりたいと思います。次ね、通ったところの注目バンドをぜひどんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひ、そちらの方もご覧いただければと思います。最後にですが、チャンネル登録といいね、高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。本日お付き合いありがとうございました。